その日は突然やってきた。はじめまして、リリーと申します。あなたの嫁です。あらすじ。外国でトレジャーハンターをしている父が帰ってきたのだが、なぜか横には外国人の美女がいた。なんと父は俺の嫁カッコ仮をハントしてきてしまったらしい。よかったな、ユキ。こんなべっぴんさんが嫁に来てくれて、俺もこれで安心して海外に宝探しに行けるよ。うんうん。いや、何言ってんだ。急に結婚って、俺まだ高校生だぞ。だってよ、お前もう高校生にもなるのに引きこもってばっかりで、彼女もいないし、父親としては心配だったんだよ。そこでちょうどアマゾンの秘境の地で育った彼女にお前の写真見せたら。この素敵な人は誰ですか？私この人と結婚します。あ、そうっていうもんだから連れてきちゃった。デーペロ連れてきちゃったじゃねえよ。なんだこのノリは。ユキさんは私のこと嫌いですか？いや、嫌いとかじゃないですけど。よかった、じゃあ夫婦で決まり。いや、それは飛躍しすぎです。よく考えてください。結婚ってそんな簡単に決めていいものじゃ。説得しようとしても無駄だぞ。俺たち文明人の論理は彼女には通じない。彼女たち惚れてもうた一族、別名一目惚れ一族は、人生に一度この人だという相手を見つけると全身がビリビリと震えるような一目惚れをし、その相手と結婚するためなら何でもするという一族なのだ。なんだそれ、結婚できなかったらどうするの？その時は来世にかける。は？それってまさか。惚れてもうた一族の恋は命がけということで、絶対結婚しろとは言わんが、もし振るならちゃんと覚悟して振れよ。そんなこと言われて振れるか。いいんですよ、ユキさん。どうしても迷惑だったら私来世に。いえ、ちょっと待って、落ち着こう。結婚は前向きに考えますので、まずはお友達ということで。ユキさん、嬉しいです。私好きになってもらえるよう頑張りますから。いや、あなたのように綺麗なお人なら他にもっと素敵な男性が。いや、ユキさんたら褒め殺し。しまった、逆効果。よし、話は固まったな。じゃ、俺明日から海外だから。待って、親父ふざけんな。こうして俺とリリーの生活が始まった。どうですか、美味しいですか？うん、うまい。お湯加減はどうですか？うん、ちょうどいいよ。お背中は？いいです、いいです、自分で洗えます。マッサージします。気持ちいいですか？うん。完璧やん、完璧な美女やん。っていうか日に日に日本語も上手くなっていくし、何この子、スポンジのような吸収力。ま、毎日遅くまで料理やら日本語やらの勉強頑張ってるもんな。ただでさえ慣れない日本生活で気づかれもあるだろうに心配だ。あんなに頑張ってくれてるんだ、俺も真剣に答えなきゃ失礼だよな。とにかくめちゃくちゃ世話になってるんだし、何かお礼ができればいいんだけど。お礼ならデートがいいです。うわ、びっくりした、聞いてたんだ。デートか。嫌ですか？そんなことないよ。だけど、もしもあいつらと会ったらどうしよう。あいつら、それは高校のいじめっ子のドキュンたち。きっかけは、親父がトレジャーハンターとして世間に注目され始めたことだった。きっといい金づるになると目をつけられたのだ。だけど俺は出さなかった。親父が命がけで稼いだ金をあんな奴らに渡したくなかった。いじめはエスカレートして、俺は学校に行かなくなった。ユキさん、顔色悪いよ。ごめんね、無理言って。やっぱりデートはやめて。いや、大丈夫だよ、行こう、デート。本当？うん、よかった、すごく喜んでくれてる。あいつらのことは心配だけど、平日の昼間に行けば大丈夫だよな。そしてデート当日。見て見て、ユキ、すごいすごい、
こんなに人がいるなんて今日はお祭りなのかな。いや、都心はだいたいこんなもんだよ。見た？すげえ、あの外国人めっちゃ可愛いじゃん。つか隣のやつもしかして彼氏？全然釣り合ってねえ。この反応分かってはいたけど、誰が見たって月とすっぽんだもんな。どうしたの、ゆきさん、りんご飴食べる？食べない、全部君がお食べ。あれ、陰キャのカタツムリくんがこんなところで何してんの？この上っていうか、めっちゃ可愛い子連れてんじゃん。なに、ハーフ、すっげえ俺のタイプなんですけど。お前みたいな陰キャ野郎にはもったいねえよな。俺によこせよ。おい、やめてやれよ、かわいそうに震えてんじゃん。な、いいだろ、俺にくれよ。あ、ちなみに断ったらボコボコ抜けやねん。すごい汗、どうしたの？もしかして前のトラウマになっちゃってた？ごめんね、ゆきさん。はいはい、そういうことで行こうか、かわいこちゃん。俺たちがもっと楽しいところに連れてってあげるからね。待てよ。ビリーは、俺みたいな人間にも、お前らみたいな陽キャかぶれの脳みそお花畑野郎にも全然釣り合わないぐらい本当にいい女の子なんだよ。だから今すぐその汚い手を離せってんだよ、クソ野郎。陰キャが生きったな。これはちょっとお仕置きしないとな。今すぐその手を離しなさい。おっと、やめとけよ。俺たちは元空手部の端くれ者よ。女は男にはかなわねえって教えてやろうか。あ、トシちゃん、このクソ山ぶっ殺す。なに、人の相手で私に触れるだけならいざ知らず、私のフィアンセを捕まえての悪行三昧。この人を傷つける人はこの私が許さない。仲間を連れてとっとと失せろ、ゲロ。化け物。ユキさん、大丈夫ですか？害虫は駆除しましたから。うん、リリー強いんだね、びっくりしたよ。すみません、隠してたんです。日本だとあまり女の子が強いと惹かれるって本に書いてありましたから、私、ゆきさんにだけは全滅されたくなくて。本当は虎ぐらいなら素手で倒せます。ゆきさんのお父さんに会ったのも、私が虎と熊に挟まれて困っていたところを助けてくれたのがきっかけなんです。そうなんだ。でもどうして隠してたのに助けてくれたの？大した理由じゃありませんよ。体が勝手に動いたんです。あなたに嫌われるより、あなたが傷つく方が私には耐えられないから。リリー、俺も実はリリーに隠してたことがあって。本当は俺も君に一目惚れしていたんだ。黙っててごめん、その照れくさくて。こういうのは初めてだし、どうしていいか戸惑って。嬉しい。本当ですか、ゆきさん、私たち両思いってことですね。待ちきれない、早速挙式を挙げましょう。私たち今日から夫婦ですね。いや、それは飛躍しすぎです。まずは健全なお付き合いから。その後、俺とリリーは結婚してラブラブ夫婦になるのだが、それはまだまだ先のお話。